まあそうだね。あれこれ入ってるの？入ってる。はい。いつものやったよ。はい、ということで始まりました、タチウチシャイパーです。よろしくお願いします。はい。はい、メイン MC のシンシンです。よろしくお願いします。はいはい。今日ちょっとメイン MC っていう感じではないんですけども。はい。はい、そして、はい、お願いします。どちらからでも、もう。じゃあ、あちらから。風邪気味です、ワンちゃんです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。そして私、うん、はい、ですね、はい、私、まあ作者改めまして、まあ893と書いてヤクザこと今瀬くんですね。はい、どうも。ヤクザ自分で言うようになったんだね。いやいや、もうこれ気に入りました。だいぶね、だいぶ解明しましょうかと。だいぶね、はい、思ってます。はい、はい、はい、よろしくお願いします。します。なんか今日なんかちょっとわけでね、ちょっとあのボスリあの声が聞こえてくるんですけど、すげえボス。ボスリ本当にボスリ。まだ触れないですよ。なんかどまだ触れないですね。どっかスタンドがいるね。はい、OK、はい。じゃあいいですかね。ちょっとまあオープニングで使っちゃいましょう。バンさん、あの石井さんお願いします。お願いします。はい。まあ前回目だったんですけど、台風でこの方の出番すっ飛んじゃったんで。来週ワンマンやって、その翌週の土曜日出てくれますんで、はい、はい、お詫びにまたもう一回ご紹介をさせてもらいました。はい、でこちら、あれですね、この間も言ったけど、ドラマがマーシャなんで、あのチンピラーズ、俺とマーシャでチンピラーズなんで、あれもやろうかなと思ってるんで、はい、はい、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします、はい、というわけですね。以上で。はい、以上です。はいはい、ということで、また来週ではないよね。来週早いね早い、もう終わっちゃう、ああまあいいか、そうそう、まあまあ別にね、今日はであれなんですよ、まあゲストさんいるんですけどね、うん、まあバンさん、ここのとこずっとほら女の子続いてたんで、そうだよ、はい、今回のバンさんご所望のイケメン枠です、うん、はい、喜んでるよ。うん、そうだね。ごほごほいいな。喜んでるね。喜んでますよ。マスクは寄せたんですよ。あれなんか声が聞こえてきたの。聞こえてんだよ、ね。ただちょっと遠いし。いやいや喋ってないです。いやまだ触れないんだよ、ね、そうそうそう。まだ申し訳ない。まだ触れないんですけど。いやイケメンだろ、横から見てもイケメンってことは正面から見てあイケメンだ。そうそうそう。後ろから見てもイケメン。あら。そう、マスク外せねえよ。ちょいちょいね絡んできてくれてますけど。はい。まあ、この後ゆっくりね。そうですね。紹介しようかと思ってます、うん、というわけでまあ10分残ってた、ごめん今画面が随分となんか遠近法かかってる感じがしてさ、はい、すげえゲストがでかくなっちゃってるけど、はい、嬉しいですね、はい、はい、ということで CM です。あのコタローと花っていう YouTube、 いや本当カワウソ可愛いっすね。あれこれ入ってんの？入ってる、入ってたカワウソ言ってましたね。はい、ということで、カワウソ言ってありがとうございます。いやいやはい、ということで。紹介しようよ。さ紹介して。もうね、もう待ちきれない感じだからね。ありがとうございます。マスクの中が汗かいてきちゃったと思う。でもちょっと、さあ、今日のゲスト、はい、紹介しますよ。はい、はい、バンさんご所望のイケメン枠で。うん、ああ、いいね、はい。あれ、前からね、ちょいちょいほら、写真出してたんですよ。ね、クロスリーさんの時も出してたし。はい。ルードラ小松くんですね、はい、はい、よろしくお願いします。ルードラっていうのがつくのね、はい、よろしくお願いします。まあ、まあ例のあれですよ、あの悪の花でボーカルをやられててあ、そうですね、はい、まあいろいろやられてるんですけど、うん、というわけで、まあ、ちょっと送られてきたプロフィール、はい、言います。平日はサラリーマンの傍ら VK セッションやサポートベース等で音楽活動、2020年よりソロ名義でベースボーカルとしての活動も開始、はい、これだけです短くね、うん、短かったかこれ、うん、ごめん、サラリーマンしかちょっと頭にないけど、確かに確かに、うん、詳しく書けって言ったんだけどね、うん、俺の中では最大級に詳しく書いたじゃあサラリーマンのとこから膨れます。そうそう、まあ、まあまあ、別にカワウソでもいいですもんね。カワウソも大丈夫です。まあカワウソ大丈夫です。まあとりあえずね、ちょっと一言コメントがね、あの夏さんこんばんは、はい、あ、こんばんは、あ、こんばんは、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、でそうです。まあそういうわけでね、俺だけじゃもう何やってんしたかよくわかんないんで。はい、わかんないですね。はい、これはですね、まあ、まあ要するに、はい、悪の花でボーカルをやられてるんですけど、うん、本業というか、メインパートはベーシストですよね。ベーシストですね。そう、はい、ベーシストです。どうした？いやいや、今聞いてんの、はい、そうそう、ベーシスト、うん、でも、あ、結構いろいろギターとかも弾くじゃん、まあ、作曲とか、ね、作曲とかやるよね。もう多彩だね。そう、だからね、結構ね、いろいろ活動はされてるんですよ、はい、で、なんですか、VK セッションやサポートベース、うん、そうですね、うん、はい、で、まあ、後ほどちょっとね、あれ、触れたいんですけど、うん、いくつもいくつもね、なんかやってるんですけど、あ、そうですね、お声掛けいただいて、はい、メインはどこなんでしょう。メインどこなんですかね。
メインはこの後で出てくるやつ。後でまあちょっと自分のなんかこう、うん、ヌドラ小松ってソドの名義で活動もね、はいはい、やろうかなと今後考えてますんで、はいはい、なるほど。そこがメインになってくるのが否か、来るのが否か、うん、自分でもよく分かってないですね、はい、まだ、はい、あなるほどね、まあ、その辺は、うん、あのね、うん、今度あの、うん、マーさんと飲みに行ってちょっとメインを決めようかなとそうですね、まあ、ちなみにあの、はい、パートのメインっていうのはどこなんですか。パートのメインは、あ楽器ってことですか。まあ、楽器かボーカルか、まあ、まあちょっと自分的には、まあ、ベースなんですけど、うん、最近ちょっとマーさんとかとやらせてもらったりしてて歌うのも好きになってきたんで、うんうん、まあちょっと両方やってみようかなってことで、うん、あのその活動ではベースボーカルっていう、うん、なるほどなるほど、まあ、ね、まあ、じゃあベースと、はい、まあ、歌をまあ基本ははいですね、うん、リマセ君もそうだよね、はい、ラップやってベースだよ ね、 ね、ただ俺の場合はベースはベース、うん、ラップはラップってわけで、ね、あ、まあ確かに、まあまあまあ似たようったらじゃない、これ対決する何の対決をするんだ、ベースとそのああ口いやあのね、あのこれ別にお世辞じゃなくて、はい、あの8月の写真を俺ここで出したんだけど、はい、8月の時があのこの方主催で、あ、そうでしたね、はい、やって、あのラピスラズリあやりましたのライブを見たんですけど、はいはい、まあ、むちゃくちゃかっこよかったんですよね。あ、いやいやいや、もう本当に ね、 あのねベースボーカルだったな、ベースボーカルでしたね、ああ、はい、もういやこの野郎かっこいいなと思いながら見てた感じなので、本当お互いに多分酒入ってたんでねまあ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 幻覚が見えてたのかもしれない、まあ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 、まあはい、いやでもありがとうございます、うん、本当かっこいいんで、はい、ね、いろいろ見てもらいたいんですけど、はい、そう、まあ、ちょっとあれだね、ちょっと早めに行った方がいいと思うから、はい、行っちゃうよ、ちょっと今後の活動に対して、はい、うん、いいね、ね、そう、いろいろあるんですよ、まあいろいろ聞いてるんですけど、はい、まあ、これ写真付きで行った方がいいね、はい、写真行こう、はい、バンさん写真を行ってもらっていいですか。どれから行きましょう、はい、順番の方がいくっすかね。そうですね、じゃあこっからですかね、はい、そうですね、じゃあ11月29日のやつを、それじゃ、はい、お願いします、はい、お願いします。それが一番見たかった、あ、これですね、わー、見たい、はい、はい、うん、まあ前に共演させていただいた三月さやさんっていうアーティストがいるんですけど、その方の主催になんかこのゼロって一番右下にあるバンドになるんですけど、そちらの新バンドですね、そこでベースを弾こうかなという感じです。はい、もうここはいつもはなんかちゃんとね黒子に徹するようなベースを最近は弾いてたんですけどね、もうマー先生のお姿を見てこの日は弾き倒そうかなと、はい、ここはもうベースオンリーでいくの。オンリーでいきます。ああ、じゃあもうこれね、小松くんのね、すごいかっこいいベースが来てます、ね、ああ、もう、うん、もうそれはもう、はい、マーさんのおかげでございます。いや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 、で、ごめんなさい、コメント来てます。小松さんはツイッターでファボをそっとポチってたりしてます、ライブもそっと見てたりしてますって、ナツさんから。あ、ありがとうございますありがとうございます、はい、なんかもうたびたび多分会場でこう出くわしたりとかしてる。まあそうですよね、はい、そう、で、これがあれですかね、ゼロゼロというゼロというバンドですね、バンド、はい、新バンドですね、はい、はい、で、その後が12月15日のやつですね、バンさんお願いします。はい、あ、こちら、はいはい、まあちょっとお化粧した顔がちょっと見えてるんですけど、まあ15日の方ですね、浜書房という横浜のライブハウスで、うん、はいはい、ライブをさせていただくんですけど、これが先ほど話したベースボーカルの回になりますね、うん、まあ、ベースボーカルとしてのソロ名義の初ライブってことになってるんで、まあ、サポートメンバーも結構気合を入れたメンバーを入れて頑張ろうかなと思ってます。だからこれはもうソロ名義で、はい、もう俺の回だぜっていうことで、もうそうですね、ただ友達のバンドのワンマンの応援なので、おうほうほう、はい、ワンマンのメインアクションも食ってやろうかなぐらいの勢いで、はい、考えております。その根性が大事です、はい、もうその根性でいきますね、はい、はい、もうね、酒飲んでいいですか、ちょっと、どうぞどうぞはい、同じくで、いや、はい、そう、本当にね、マーさん、マーさんと話すんだったらちょっと番組だろうと酒飲まないとっていう、こう、そういうことね、はい、感じだったんで、はい、はい、酒飲みコンビでいきます。はい、次のお願いします、申し訳ない、すいません、お願いします。はい、はい、はい、こちらはあれですね、僕 の、 生誕祭が今年の、暮れにあるんですけど、はい、そこはちょっともう僕ガゼットってバンドがすごく好きで、うんうん、ガゼットのボーカルでなんかこうセッションなんてやるのはもう、うん、なんて言うんでしょうね、うん、人生の夢だったんですけど、うん、もう30歳になるんで、はいはい、30歳の節目にちょっと夢だったガゼットのセッションのボーカルやってみようかなってことで、うん、いいメンバーも集めさせていただいて、そうですね、うん、今年の暮れに会うのでよかったら、これが29日の新宿ヘイト、ね、はい、はい、新宿ヘイトで、バーさんもう一枚の方お願いします。これ
同じ日ですよね。はい、同じ日の OA なんですけれども、はい、まあこの番組にも出させていただいたあの、はい、なんかクロスなんとかという変な変なおじさんですね。変な女装家がいるんですけど、はい、まああのそれと何度か共演させていただいたあのボーカルの人とかね、はい、ギターの庄司さんとか、はい、あのボーカルのしのぎさんとかね、はい、あの交えて、まあギターのメインで、あの、はい、赤字になった彼についてはあんま触れないんですけど、そうですね、あんま触れたくない、はい、まあ、マーさんもよく知ってる人ですけど、ね、まあ知ってますよ、はい、あれについてはちょっとあんまりね、DDD ですね、DDD DD ですね、はい、これはちょっと禁止ワードなんで、はい、まあ、この日にじゃ あの2組、そうですね、2ステージ2ステージ、はい、出ますので、はい、とても忙しいですね。とても忙しいですけどね、まあでもなんか忙しい方が楽しいなっていう感じでした。これあれですよね、ちなみにあの年明けの1月にも、はい、このドラムのクロスレイという方の、あ、そうですね、生誕祭が、はい、あのなんか2枚目の12月15日のあの、うん、潜在画像で載ってたんですけど、はい、1月の19日ですね、はい、クロスレイの生誕祭でも、はい、自分のソロ出演ですとか、その日はちょっと僕ベースのサポートも入ってて、打点だよね。そうですね、それに加えてもう一人冬っていうそのアーティストのサポートも入ってるんで3ステージ、あー、いやーもう追いつけるかなっていうところで、まあ結構ね、忙しいね、はい、あ、これはすごいわ。いやでももう本当ね、マーさんとか、うん、で逆にどうやって曲覚えてるのかな。いや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 、この放送終わったらね、ちょっとね、うん、まあ、いろいろね、そう、話したことはいろいろ、浅草あたりでね、ああ、ね、いいねいいね、うん、打ち上がってね、うん、はい、そんな感じなんですけどね、こんな感じで。じゃあ一通りあれかな、そうですね、まあ僕の告知としては、はい、まあこんな感じなんですよ、しんしんさん、はい、そうですね、ありがとうございます。思いっきり休ませましたけど、ついちょっと見入っちゃってね、はい、いやいやいや、とんでもないです、もう本当、うん、本当になんかね、 YouTuber 酒飲み YouTuber みたいな感じ酒飲み YouTuber 何やりましょうね、ちょっとカワウソ持ってくればよかったですね、けどいやいや、いいですけど、ちょっと見入っちゃってね、いや、いいです、どんどん喋ってもらって、そう、うん、お酒飲んだらもっと喋るのかなってちょっと期待してたんですよ、うん、いやもう、なんでしょうね、いつも通りな感じで、うん、飲んだら落ち着いちゃいましたね、下手すら眠くなってる感じかもしれないですね、我々、ね、楽屋で寝てる時ありますからね、そうですね、そう、まあこんな感じでね、そう、まあいろいろ見れる機会たくさんあるんで、はい、僕のツイッターの方でも結構リツイートしたりとかいいのしたりしてるん で、ね、見れると思うんで、はい、まあ、うん、まあ、まあ、CM なんですよ、はい、CM でした、はい、多分、山と川ぐらい、山と川ぐらい、だから水と、なんだろう、入ってるよ、入ってるの、ちょっと考えてて、入ってるんだ、ついついね、川沿いになるとちょっと熱くなってしまってね、そうね、そう、まあ、ところで、そう、あれですよ、はい、今日本当はね、俺前振りからずっとしてたんですけど、はい、まあ、川嘘みたいな人いるじゃないですか、クロスなんとかですか、クロスなんとか、クロスなんとか、ね、いやでも川嘘あれだったらちょっと俺、はい、育児放棄したいですね、あの川嘘ちょっとやる、ちょっと育児放棄しましょう、はい、まあ、あの方ね、来るって思ってて、あしたらなんか、ね、なんか風邪ひきやがったらしい、風邪ひいちゃったね、風邪ひいちゃったんだ、そう、ノリノリで、なんすかね、真っ先にね、行くなんて言ってたのよね、ほんとっすよね、でも別に他のあのほら一緒にやってるアグの花のメンバーね、はい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 、なんかだ別に誰でも来ればよかったんで、あのちょっとね、目立つ、あのそう、クロスレーっていうのが来たよなんか来たよなんだよ来たよ、あ、これ ね、これはあのクロスレーじゃないんですけどね、はいはい、まあ、ちょっとクロスレーみたいなもんです、アイアムズーですちょっとよくわかんないですけど、アイアムズーですって言ってる、映ってますね、大丈夫ですね、映ってます、はいはい、枠に収まってますね、はいはい、ちゃんとご紹介しますね、はい、そう、悪の花で、まあサポート、僕もサポートなんですけど、サポートギター弾いているマロミ、彼もギターだった、ギターですね、ギターですね、はい、写真では多分ちらほら出てるとは思うんですけど、はいはい、あ、メインバンドはあのロザリーってバンドやられてて、はい、でまあ悪の花で一緒に、ね、サポートやったりしてます、まあ、なんか一緒にあれは何でしょうね、はい、サポートって言ったらいいのか、一緒に酒飲んでるって言ったらいいのか、あ、いや基本的にけど酒飲んでるって言った方が一番早い、もう飲めよほら飲めってほら、はい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 、っていうことは、はい、あのカオスさんが来てれば、はい、カオスさんが、はい、全員揃ったっていうことになるんですか、そうですね、そういうことになります、はい、そういうことになります、あ、なるほど、はい、これが悪の花ですよ、悪の花、ね、この ね、 ね、このあの息の取れなさが悪の花なんですよ、ね、全然息合わないから、うん、とりあえず曲
協調性があるのは酒っていう。そうですね。そうですね。確かに。ただカワウソあんま飲まない。カワウソは飲まないんだ。あ、けどそれ思ったんですけど、けどそういえばそのカワウソで思ったんだけど、その昔。お前なんでそんな声潰れてんだよ。いや、あのね、わからん。さっき本番前に2本飲んだからじゃない。飲んでんじゃねえか。で、なんかカワウソくんってキャラいたよね、そういえば。カワウソくんっていうの？いたの？いや、なんか昔なんかそういうなんかキャラクターいませんでした。覚えてねえな覚えてないな。なんか幻覚見てたんじゃないクロスで見すぎていや多分二十数年前の話だと思うんだけどね。すいません、あのコメントナッツさんから増えた、わらわらわら、あ、もう増えましたね、はい、増えましたね、これ増えました、増えてきますからね。まあこれでほぼほぼね、ほぼほぼ悪の花ですよ。そうですね、そうだよね、そうですね、うん、もうなんか背の順みたいになってて面白いんだけど。あ、そうですね、これなんかやたら低いけど、まあそう、位の順みたいな感じでそんな感じでね、そう、まあこんな感じで、ほら、まあ見ての通りすごく目立たれてるじゃないですか。あ、ほらやっぱほら、川瀬くん、ほら、これこれこれ、川瀬くん、これ、うん、見覚えあります？皆さんって、いや、多分、一個言えるのは、これ知ってる人は多分、うちと同世代っていうことはわかる。いつもの感じになってきましたね。はい、はい、どうしましょう、これ突っ込んでいいんですか、そこ。あ、いろいろとどうぞ。大丈夫ですか？大丈夫、はいはいはい、同世代、ここ見えて、私とほぼ同世代。確かにそうだった。そう、確かに同世代ですね。まあ、僕からしたら大先輩たちが。でもね、いや、何をやってるのかっていう。でも一番年下の小松くんが結構意外とやっぱ一番しっかりしてるっていうか、あの年を取れば取るほどダメになってくる。いや、まあ、なんでしょう、格好からしてもそうだもんね。いや、小松さんが一番まともですよ。そうそうね。で、見てると次の年がこちらなんだけど、うん、で、ダメになってって、うん、ダメになってるね。なってさらにダメになってる、さらにダメになってる。で、カワウソになるともっとダメになる。確かにすごいじゃん。そういう感じになる。もっとダメになっちゃう。はい、それが悪の花なんです。一番もっとダメな人が率いてるって感じですね。そうですね。あ、夏さん懐かしい。あ、やっぱ知ってんだね。あ、知ってる人います。やっぱりこれ、ね、川瀬くん知ってる人はやっぱ知ってるんですよ、これ。そう、そう、結構有名なんだね、これね。あの、テレビでもしょっちゅう CM とかで使われてましたからね。けど、二十数年前の話だけど。ちょっと現世の話をしようか。そうだね。そうだね。現世の話をしよう。せっかくなんで、あの、カワウソでね、このロール使うのもったいないと思うんで。そうなんですよ。そこなんですよ。ほんとそこなんですよ。リアルを。はい。で、どうしましょう。じゃあ、俺ね、そう、アンケート取ってんのは、小松くんは取ってんからあれなんだけど、はい、マロミン取ってないから、あ、そうなんでしょう。NG だったらスルーして。あ、全然、OKOK、うん、どうぞ。どちら方面の方ですか？あ、うちけど、生まれたの、それで生まれた地方とかそういう関連？あ、でもいいし、現でもいいし。あ、けど、生まれたのは新潟の病院です。ああ病院まで行っちゃうんだね。まあ、まあ、サンバじゃねえわな。病院だもんな。だルーツは遡りすぎたね、今。あ、そういうことじゃなくて。いや、いいんだよ、いいんだよ。いい、ああ、新潟ね。小松くんは？自分は、神奈川に小田原っていう、ちょっとね、はい、かまぼことかのところですね。かまぼこ、そうそう。あー、うまい。小田原厚木道路とか、ね、あるある、工場。そうそう、白ばっか押してくる。はい、小田原城があるんだとしか幼い時に、小田原の人見てたらちょっとどうしようって感じなんですけど。でも俺も行ったことあるんだけど、あれ実際長ったらしいからね。えあれ観光のための城らしいから。マジっすか？小田原城って、そうらしいから。俺なんかこの30年間そうじゃなかったみたいな歴史をこう教わりつつ生きてきた。だから現世の話をしようって。ごめんそうおいえ、まあ、現世の話をしよう。まあ、小田原はまあいいとこです。いいとこでいいとこでしょう。ということで、あと、はい、もう一個聞きたかったのは、はい、なぜルドラなんですか？あのルドラっていうのはですね、はい、僕の大好きな、それこそあのガゼットの、はい、僕ルキさんっていう人がいるんですけれども、うん、まあ、ルキさんってローマ字にすると、はい、R が最初に来るんですよ、はい。どうにかして、はい、あの R をつけたかったんですよ、うんうんうん、でもなんか R から始まる言葉が何も浮かばなくて、はい、無理やり自分あの、うん、本名達也って言うんですけど、はいはい、その達の字をくっつけて、はいはい、どうだって読んだら、はい、あ、ちょっとかっこいいじゃん。あー、なるほどね。あ、達でドラゴンのドラね、はい、でルドラみたいな。あ、なるほど。感じが、あー、よく考えてるな。あ、かっこいい、かっこいい。マジですか？かっこいいと思う。これかっこいいって言ってもらえたの初めてなんで。いや、かっこいい。あのマロミさんは？あ、そうですね、マロミさんはそうですね。俺聞いたことなかった。それなんだろうね。ないのね。いや、けどなんかね、その、うん、十数年くらい前なんですけど、その、はいはい、ちょ、駅、うん、なんだったかな、あ、もうサイト名忘れちゃったわ、うん、なんか、うん、けどなんかすごいなんか痛いなんか小説書いてて、はい、あの一人で、それマドミンさんがですか？あ、私がです。私がですね。その時の主人公がなんか、そのマドミって名前だったんですよ。ほう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 。
あだったらこれうち使った方がいいよな的なそんな流れ、うん、あじゃあもう今、うん、小説のなんでしょうね作中を歩んでらっしゃるんですね。いやもういやもうあれはもうあれはでも黒歴史ですね私おそっからじゃあマロミンなんだ。あそうですね。あのこれ初めて聞きました ね、はい、ちなみにごめんなさいあの上の名前がいつもねあの読めないんですけどなんだ秋葉だっけ。あ秋葉です。秋葉まろみさんなんや、はい、そうです秋葉まろみさんです。あそうなの、ね、秋葉もルーツあるんですか。あれもあれもそのさっき言ったその小説ですね、うん、いややっぱほらストーリーを歩んでるじゃないですか。じゃあそうあ、ね、まあそれはまあいろいろありましてなんかまあよく、うんあのアニメ好きな方だったらよくあるじゃないですか。なんかその、うん、昔不良だった少年がなんか急に女の子になっちゃった的なそんな内容のあれですね。を今ね、うん、体張って実践されて、はい、ここでストカン飲んでるわけですね。あそうですね、まあ、しかも今日この格好で来たじゃないですかあの半蔵門線でこれ乗ってたらその途中の駅どこの駅かちょっと覚えてないんですけどその、うん、なんか JK2 人組がいて、うん、なんかあの人すごくねみたいな感じなんか、なんか動画かなんか撮られてていやまあまあでも君とカワウソさんは多分そういう目に合うと思います、ね、ああなるほど、まあ、まあ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 、うん、まあわかりますね、うん、なるほどね。まあそうこんな感じなんですよ。なるほど。どうです、はい、ちょっと気になるんですけど、はいはい、クロスレイさんは、はい、あのほら女装の人じゃないですか、はいはい、女装するだけじゃないですか、うん、どっちなんですか。いやっていうかもともとうちけどこれが自分なんでそのあの なんだろうその、うん、あもう女装とかそういうんじゃなくてそういうんじゃなくてっていうか、うん個人っていうかもうマロミンなんだよと、まあ大雑把に言っちゃえばそう仕事で言っちゃえばなんかその制服とかそういうんじゃないんですけどなんかその自分でそのマロミって名前でやるときはもう完全にこれで。ああなるほどね。なるほどね。やばいね。あーまああれだね自分の旗を立ててるってことだね。そういうことですね。まああのツイッターでもよく書いてるんですけど、うん、書いてるね。あのな私は私みたいな、うん、書いてるね。自分は自分なんで、うん、なんかそこはなんかその、うん、そのバンドとかその、うん、そう仕事とかその業界にも限らずなんか、うん、それはなんか自分の持ってるものは貫いた方がいいのかなっていうのがあったんで、うん、そこら辺はやっぱあれですねやっぱ譲らないとこはありますね、うんうんうん、そこら辺小松くんなんかも同じようなこと言うもんね結構ね。僕言ってましたっけ。ちょっと覆されたよなんか知んないけどやばいやばい。もうすぐ CM なのに今動揺してるよ俺これ。はい CM ですね。CM ですねこれは。はい、はい、CM ですねこれ。はい、イラスト告知、はい、お酒が美味しいです、はいはい、いつものごとくですけど、まあ、冒頭にやった来週さ石井さんはまああとこれ上でかかってるあのラップ君とのコラボ曲 YouTube 結構割と好評なんでこれかっこよかったです、ね、ありがとうございます、うん、ミックス作曲上なんでぜひ聴いてください。あとはまあ Google でまあ作詞で検索してあとツイッターとか見てください。ヤクザじゃないよヤクザじゃないよ、はい、ヤクザじゃないよ。でマロミン、はい、あのロザリーっていうバンドやってるんですけど、その来年3月19日に、活動3周年でして、その活動3周年のワンマンやります。平日なんですけど、7時からのスタートです。はい、場所はよろしくお願いします。池袋サイバーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、はい、小松くんの、はい、ここにちょっと出てるんですけど、あ、すみません、ありがとうございます。まあ直近だと11月、29日、新宿ヘッドパワーですね。そこから、横浜、ミュージックラボ、浜消防、新宿フェイトで、最終的にはあの川嘘さんの生誕祭ということで、はい、池袋サイバーでですね、はい、やりますので、ぜひぜひツイッターの方もよかったらはい、フォローしてください。ありがとうございます。はい、この3人というかね、こっちの2人ね、うん、ツイッター結構面白いからね、うん、たまに ね、まあ、よく俺はいじられるんだけど、うん、カワウソさんとともに俺はね、ヤクザなんだろう、うん、いやもうそれはもう悪の花だとね、恒例の感じですよね。でもね、マドミンはいじっても私は私しか返ってこないから、ね、そう私か私かもう基本的にもう食い物しかもう乗せないね。ただこの体格でよく食うのよ。そう、いつもラーメン食ってくからね。いつもラーメン、しかもでけえの。そう、
チャーシュー麺みたいなことか、まあ、ロザリーってまあ2人組なんですけど、その相方も結構ためるんで、うん、あれですよ、基本的に大食いバンドなんで、ロザリーってラーメン食って酒飲んで、池袋サンシャインで寝てますからね、この人基本的にどっか行っちゃったのどっか行っちゃったの、お酒に乗ったら、基本的に気がついたらどっか知らないところにいるとか、失踪する癖があるんでそう、俺最初に会った時のライブの後が、気がついたら新潟だったらしいから気がついたら新潟ってあります、うん、まあ、ないですよね、無遊病ってやつですね。あけどその前、けど何だったかね、そのサイバーでライブやった時に、そのロザリーのライブかな、なんかそのなんかステージまで入るのを覚えてるのが、気がついたのが新幹線の中にいて、それともう一人そのメンバーがいて、なんで俺にこれにとしたら、なんかいやいやおめえだろみたいな感じですげえ怒られた今日まあこういう大人にならないようにという、はい、放送でございましたね、まあ、というわけで、まあ、小松くん今度じゃあまあね、ゼロじゃないゼロ、はい、ゼロですね、まあ、はい、マロミンもよかったらロザリーでまた来てください、ありがとうございます。というわけで今週これで終わりですかね、終わりでいいでしょう、はい、ということでまた来週、また来週。